心臓が今一番やば。いや全然すんごいブルブル。もうリオがいい。ほんとそっからリオになっちゃった。ほんと利用しできてたね。利用しで幸せになってほしいです。本当に男の子だったら幸せを与える子になってほしいし、女の子だったら幸せをいっぱいもらってほしいです。はい、でもこれなんかあれやな、ね、お前がサッカーやるぞっていう、家族、僕が撮った写真、家族5人が揃った最後、最後お姉ちゃんのために頑張るのでお姉ちゃんも素敵に歩いてください。素敵に歩いてください。日本語が笑ってそう。ただ笑ってそう。拍手をしてそうです、いつも通り。泣かない？泣かないと思います。まだ。まだ泣かないと思います。最高。あ、違うな。最アンドコセグー。最アンドコセグー。最高でした。めっちゃ可愛かったな。めっちゃ可愛かった、ね。オリジナルすぎてもうなんかすごかったよな。そう、本当らしさ出とった。めっちゃらしかったな。すごい綺麗ですね。ドレスがめっちゃ似合ってました。似合ってました。可愛かったです。ずっと夢だったので今日披露宴あげることができて本当にみんなに感謝してます。ありがとうございます。ではいきます。今日楽しみましょう。せーの、乾杯。どんな逆境に立った時でもポジティブシンキングを絶やさず持ち前の明るい
祈りの良さで、周りの人を幸せにできる器の大きな男であると私はそう思います。本当に今日はめちゃめちゃ綺麗で、入場する前からなんかもう涙腺がなんか崩壊しそうなぐらい幸せいっぱいで、綺麗な姿を見ることができて嬉しかったです。小さい時から2歳ぐらいの時からボール蹴らしてね、サッカーをやして、大宮さん何で出てくるの、なんかちゃいましたか、うん、家族含めていろんな、ね、サッカーを通じていろいろ楽しませてもらったのは、まあ、時矢が蹴らなのかな。笑ってる顔が見えたらいいな。もう一日きっと笑ってるだろうから。あの頃は恥ずかしくて顔を見てありがとうをちゃんと言えなかったけど、今日はちゃんと言います。ありがとう。水木の親御さんも自分の親もそうなんですけど、とにかく家族とかあと夫婦がすごく仲良くて、なんでそういう家庭っていうのは二人で築きたいなっていうのは自分結構早い段階で思っとったんで、楽しい家庭っていうのは自分は将来しっかり築けていきたいなと思ってます。とにかく笑ってたいです。何があっても笑顔だけは忘れずに、ありがとうとかプラスの言葉をいっぱい言える家族、家庭にしていきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。